ボートレース福岡、お正月恒例の新春開運特選レース、今年は男女混合戦でお送りしています。5号艇の藤丸がスタート展示同様にやはり動きを見せてきました。ドリームレース第12レース、メンバーは1号艇福岡の平田忠則、2号艇福岡の山市哲也、3号艇福岡小野聖奈、4号艇福岡渡辺浩二、5号艇福岡藤丸浩一、6号艇福岡塩田北斗、以上の6名による対戦です。まず1コース、1号艇の平田が守ります。昨年はここ福岡の正月レースを皮切りに V7、 ここは満を持しての登場となりました。1号艇の平田、人気のいい線です。そして2コースに入ります、5号艇の藤丸浩一、3コースには2号艇の山市哲也、8レースは人気に応えて逃げました。連勝を目指しての戦い。4コースには3号艇の小野聖奈です。初戦は悔しい陰線でしたが、ここ好1点、ドリームメンバーに選ばれています。ダッシュが2艇、角の5コースに4号艇の渡辺浩二、昨年は優勝8回、そして最多勝も獲得しました。大外6コースには先月ここで優出したばかりです、6号艇の塩田北斗。4対2のスタイル、インコースから1番、5番、2番、3番、4番、6番の並びです。スタートしました。ドリームレースの第12レース、1号艇4号艇が除いたスリットラインとなりました。まず1周1マーク、逃げる1号艇の平田、握っていった2号艇の山市、3号艇の小野聖奈、内から5号艇4号艇と運んでいきますが、1号艇の平田が逃げています。スタートは前提正常でした。先頭しっかり逃げました。1号艇の平田がトップ、2番手は2号艇の山市、そのすぐ後ろ4号艇の渡辺が続いて1周2マークです。先頭で折り返す1号艇の平田、続いて4号艇の渡辺浩二、そして2号艇の山市哲也、ホーム着先コース、2番手は2号艇の山市がリードを取っています。上位の2艇は1号艇、2号艇、3番手優勢4号艇の渡辺浩二、その後ろ5号艇藤丸、3号艇小野と続いて2周目1マークの旋回です。先頭1号艇の平田、2番手は2号艇の山市、握っていった4号艇の渡辺浩二と向こう正面へ、2号艇の山市が2番手を守っています。3番手が4号艇の渡辺浩二、上位3艇は1番、2番、4番です。その後ろ定冠が空いて5号艇の藤丸、4番手、そのすぐ後ろに3号艇小野、最後方6号艇塩田です。2周にマークトップ旋回、1号艇の平田、2番手は2号艇の山市、3番手が4号艇の渡辺浩二です。上位の3艇は1番、2番、4番の順で最終周回に入りました。先頭は人気に応えてしっかり逃げました。1号艇の平田忠則、最後の向こう正面に抜けました。2番手が2号艇の山市哲也、3番手が4号艇の渡辺浩二、上位の3艇は1番、2番、4番です。1、2、4、この組み合わせ3連単のオッズは1番人気 11.8 倍を指しています。新年1走目のドリームを制します。人気に応えました1号艇の平田、2番手が2号艇の山市、3番手4号艇渡辺の順で折り返し、第12レースゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、4番五輪、5番6番五輪、ラストで3番五輪です。以上、前提五輪しました。